レントゲンですね。で、これが胸ですね。うつ伏せで。はい、でこれが真横で。でこれお腹の真横。一番こっちはおへその方からお腹を取ってます。でまずね、真正面の写真からいきましょうか。これが胸でね、見えます？そこからで、はい、見えますね。頭ですね。前手があって。これが心臓ですよ。このラインが。だいぶ大きいです。心臓が大きい。心臓大きい。通常の 1.5 倍から 1.6 倍ぐらい、まあ、大きいと何かってことだけど、まあ、機能が落ちてくると大きくなってくる一般的にね。でまあちょっとこれはね、人間だったらはい息を吸って止めてガシャってとるでしょ。ウサギさんできませんよそれ。だから息を吸ってってとこでガシャッと押したいんだけど、今呼吸がめちゃくちゃ速いから肺やがすごい真っ白に見えてるんだけど、これは多分呼吸吐いた時に撮影されちゃったんじゃないかなと思います。本当にこんな肺が真っ白だったらとても危ない状況ですね。で横向きがこれです。でこれが心臓。やっぱ こっちに大きいんですよね、ちょっと。で一応これはまだ吸気がちょっと近いから、ここ肺のところがあって、これ気管で気管支が見えてるんですけどね。まあ肺はまあ一応正常範囲だと思いますが、やっぱり横向きで見ても心臓サイズがちょっと大きいと。それからあと横向きは、まあ、前歯綺麗でしたよね。ここ奥歯です。まあまあまあです。まあ本当にあの正常な顔をまっすぐビシッとこう。多少は不正行為、軽い不正行為は多少あります。でもこれはそんなに影響を及ぼすようなものではないですね。でまあちょっと心臓の陰影が大きいと。それからこれ頸椎、胸椎、腰椎と。でこのちょっとこっちに来ていただいてですね。このお腹ですね。お腹の横向きでこの三角形がペロッと見えますよね、はい、これ肝臓なんです。で肝臓もですね、ちょっとサイズが大きい。普通この肋骨のところで上がっていくぐらい、これがね、それがここまで来てる。まあ肝臓が大きいから何っていう、これもあれがやっぱ機能が落ちると大きくなる可能性は高いかなと。それからあとお腹の中は異常があるとガスが溜まったりもしますけど、これガスです。でもこれぐらいはウサギさんは正常です。ただしここになんか白い骨が白く映ってるじゃないですか、はい、でお腹の中でここちょっと白いですよね、はい、膀胱の中にちょっとこの何砂状のものがちょっと溜まってるかなと。だからあのおしっこがちょっと混濁したようなのが出る可能性があるかもしれませんね。でまあそうね、一応でこれを真正面に取るとこうなってくるわけですけど、これ心臓です。だから心臓はちょうどこれ、さっきは背中の方から取ってるけど、このお腹の方から取ってる心臓で、これが心臓のラインですね、うん、ちょっとこちらに、左の方に大きい。でこれ胃です。で胃にガスが溜まってる。今あんまり胃にご飯は入ってません。でここがなんでこんな悪く見えるの、これ胃だよね。これ胃ですからね。でこれは胃なんだけど、もう一個ここに丸く見えるよね。これも胃なのかな、うん、ちょっと大きい。でこの辺に肝臓があるはずなんですよ。で肝臓横向きで見ると大きいからさ、それが肝臓なのかもしれない。もしこれ肝臓だったら大きすぎますよね、うん、ちょっとこれ肝臓かもしれないし、いいかな。でもちょっとこれとは違いますよね、映り具合が。なんかすりガラス用に映ってるからね。肝臓って普通見えてもこれぐらいなんですよ。だいたいこの2肋骨分ぐらい。だからなんかこんな風にね、こういう風に見えてるのが、肝臓がこんなに大きくなってると、ちょっと肝臓にさ、なんていうの、しこりがあるのかもわかんない。でも横向きで見ると、そうしこりっていうふうには見えないけど、こういうふうにしか見えないですね。ただ胃がこういうここにありますんでね、隠れてる。真正面から見ると、なんかちょっとこれはこれ以上見ようと思ったら、例えばダリウムを飲ませてね、で直後の写真を撮ると、飲んで直後とか30分だと胃にバリウムが入るじゃないですか。そうするとここがいいですね。そうするとそれ以外のところがね、いいじゃないものですねという、そういうふうにバリウム検査をすると、もうちょっと私もはっきりしたことが言えます。
いかな肝臓かな、ちょっと微妙なところですね。ただまあお腹の中は男の子で、うん、そう、あの便が緩いわけだから腸の機能が落ちてるじゃないですか。そうすると炎症が起きるからガスがたくさん溜まったりするケースが多いんだけど、そこまでガスは溜まってない。これぐらいのガスの溜まり具合だったらまあ普通の感じですね。ただまあもう一回まとめると、心臓のサイズがちょっと 1.5 倍ぐらい、 1.6 倍ぐらい、肝臓もちょっと大きい、もしかしたら真正面から見るとしこりが肝臓にあるのかもしれないな。そうなってくるとですね、腸だけの問題じゃないかもしれないですね、便が緩いのは。だけど2月か3月のお薬出してるんだけど、 あれとちょっと心臓とか肝臓の機能のために薬をちょっと処方して出してみますんで、はい、1回飲ませてもらいながら観察、はいはい、でペレットが何グラム食べてるか、要はペレットは 2% 食べてほしい、だからチムシは体重の 2% 以上、ペレットは体重の 2% で、だから3キロだから3人が60グラム、ペレットは60で止めておいてほしいですね。